なんで起こしてくれないんだろうね、こんな時間まで寝て。リスナーさん、ナイスがちょっとやばいんで押してください。で、今日の重大発表なんですけど、カヤクタルの今後についてです。どうだ、なかなか悪くないでしょ。そこね、もうすごい問い合わせがはっきり言って、まあ、はっきり言って疲れました。あれもうすごいんでね、もう連絡が、ああこうだああだこうだすごいと。はい、ね、これもうね、もともと送られてきてたやつ、ごめんなさい、寝ぼけてる。あれくるくるなんだな。たぬき363号さん、これこれにボロクソ言われてやんの。つか何なのこれこれ、何送ろうか俺は。何うぜえな。でこれね、そもカヤクタルから送られてきてた物件なんだけど、はい、これ合ってる、特定されたっていう物件、これじゃない、ここじゃないの、これね、あのカヤクタルに送られてきた、この家がバレたみたいな。違うんすか、このなんちゃらサクセス、サクセス大阪、違うんすか、うん、うん、もうこれがバレてるの、なんでバレるの、早くさ、ヒントを出しすぎ、大丈夫じゃん。食べたい、ココイチ、ココイチ15から食べたい、なんか、うん、今日も食べようかな、普通に食事として、うん、普通の食事で15から5時、うん、食べたいんだけど、うん、でちょっとこれこれの動画を聞かせて、何を言ってるの、さっきの携帯聞きました、うん、配信が下手くそ、うん、声がちょっと耳元に変えてパンダに、何音が小さいの、これして公開処刑するみたいな、何じゃやらせではない、実際に詐欺だったけど、詐欺弁護士って分かってて、お金を払ってもらったりしてもらってたってこと。何だから利用しとったり、そうだ、二毛作しとったり、二毛作、おごってもらって、俺に探してもらってみたいな、まだ相手がね、悪いのはそうなんだけど、まあね、こういうなんかね、マッチな人ってね、なんかすぐね、LINE のスクショとかをあのなんか別の配信者に渡したりする、気持ち悪い、まさこが俺に気持ち悪いよね、で、なんか裏切られましたとかはめられましたとか言って送んなきゃいいじゃんと思って、うん、キモいからもう動画関連以外の連絡はしないでくれやつ、まさこのことだよね、だいぶキショイよ、まさこだよね、キショイって言われてるの、
ます。お金はもらってないです。いやだから奢ってもらったみたいな話は聞いたけど。まさこの文句じゃない。お金を直接もらったなんて言ってないでしょ。この後？何？違います。じゃ嘘の情報ってこと？今の話は。まさこがなんかずっと送ってんじゃない？これ。全くもらってませんって。おごってもらってないってこと？ずっとこれこれに DM を。え、なんかホテルの下り違うの？とかあったけど、じゃあ何？その詐欺って分かってからは一切そういう金銭的援助を受けてないってこと？誰一人。まさこがずっとこれまた DM したりしてるの？これ。いや、マジででもね、気持ち悪いな。歯茎女しかも、俺が動画上げるまで動画の内容はまあ言わないでくださいって言ったよ。俺となんか動画を撮影したことくらいは言ってもいいですよと、で言ったのになんかペラ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 ね、みんながなんか話してたんだよ。だからね、一緒っぱねよね、本当にね。わざわざ大阪まで行ったのに、まあネタになったからええけど、対してなんか言ってないじゃん、別に。ゼロ番のゼロ字も出てない、電話できると思ったら。この後、じゃあ録画送ってよ。まあ、きしょいならきしょいでいいわ、きしょいし。この後出てたの。大事なとこ送られてきてないじゃん、マリア、それ。ミーナ録音のことも言ってたの。しょうがないよな。ゼロワン飛び火。まとめると、雅子が今でもなんかぐちぐちやってるらしいですよ。死ぬって言うからね、1時間半も電話して、ねえ、止めてね。もう俺、雅子の話もなるべくしないようにしてやってるのに。気持ち悪いな、あのハグギ女、鬱陶しい。未だに何をやっとん、あのババは。何やねん、ほんま。ナイス2000で、ナイス2000ください。ナイス2000で、これこれさんにミラーされた動画見ます、みんなで。これこれもうふわっちバカにしてるけど、じゃあ電話できるの？じゃあ俺とまだ配信してる？で電話したらいいやん、俺と一回。とつまちしてるの？俺分からんで、あのなんかあのなんだっけ、ああだこうだとか。何で凸町上がればね。とかもうそもそもあんま興味ないでしょ、この偽弁護士の件も。すごい会社の中の短い尺で悪口言われたぐらいでしょ、おそらく。違うの？それをまたふわちみんが名前出たからって騒いでるだけでしょ、どうせ。スカイプとか分からんし、呼ばれてた。怖くないよ。何が怖いの？どうやって上がるのこれ？ツイキャスコールで上がると分からんやり方。まさかのスカイプ、俺知らんね、そういうの。ボロカス言われてた。まさか LINE の方教えるわけないじゃん、言うなら。で今ですね、なんかキャラ弁が流行ってるらしい、はい、キャラ弁が流行ってるらしい。
キャラ弁が流行ってるらしくて紹介しますね、リスナーさん。なんかこういう俺のね、このブツブツを見てキャラ弁を作ってくれました、とある配信者が、はい、なんかブツブツらしくてこういう感じで、はい、似てます、僕のキャラ弁を作ったらしいですよ。ひじきかな、これ。何これ、ひじき、これ全部ブツブツってこと。うん、その配信者の名前は、うん、夢希です。お前さ、こんなことしてないでやることあるだろう。お前見て、こういう配信者ゴミって言うんだよ。ゼロワン作ったよ、うまくできたかな。全く似てません、夢希さん。ということですね、はい、重大発表、ナイスをしてください。もう時間ない、13分しかないんで。でちょっと火薬さんの身体っていうのかな、こちらに関して、まあ、電話もしようかなと思ってます、はい、うん、でこれに関してはもうまだ未だに雅子がわーわーやってるらしいんで、はい、何かあったらもう雅子の話しようかなと思う、うん、でまた死ぬとか始まっても俺はもう知らん、はっきり。どうでもいいよね。何かあるなら DM ください。何もないでしょう、別に。まさこがこれぐらいゼロワンにはめられたって LINE をして何か言われてるってことはね、知らん、そんな。だってさ、まさこって責任転換するよね、何でも。偽弁護士の件も今回の件だって LINE をじゃあそもそも俺に送ったの誰なのっていう部分じゃないね、責任転換しすぎじゃない。そもそもてめえが俺に LINE をね送ってこなければこうなってないはずなのに、すぐ人のせい、うん、かき乱しすぎだよ、うん、責任転換ね。で、いろんなところで責任転換してね、転化するわけよ、火をつけるわけ、うん、それでややこしくなるんだよ。転換でしょ、転化って何、責任転換ね。転化は転換だよね。責任転嫁？転換するわけでしょ。責任転嫁なの？俺1036年間責任転換で生きてきた。嘘でしょ。転換せずに転化しちゃうの。いや、バカって言うけど、今マリオさんに起こしてもらってね、それ起きてるから1200、あと300いける。性転換、
そうやと思った、チュンチュンちゃん転換だと思ってた。で、責任を変えるって意味合いがあるから転換って意味がわからん。なんでこれ嫁っていう字使うんだろうね。転換できてきた人いない。これ雰囲気もそうだしね。雰囲気もずっと雰囲気で生きてきたから、うん、重大発表1週間やらないって言ったけどもちょっとしょうがないよね。やめないよね。だって11時半だからね、起きたの。興味ないっすか。これこれに DM した。なんで DM するの。鳩がすごくて何かありましたって。だからこれこれにバカなんだけど、だってこれこれってふわっちに限らず自分以外のキャス主みんなバカにしてるじゃん。石川さんもモンジョルそういう人じゃん。そもそもそれはね、裸のフワッチの王様と王様じゃやっぱこれ違いますよ、はい、だ名前出してくれてありがとうじゃない。言うならHH 人妻ストレッチブロックね、やめてね。興味ないから。人妻のストレッチとか全く興味ないんで。1200ナイスありがとう。またナイスナイス始まってるし、皆さんね、昨日ね10日のナイスありがとうございました。なんとかねギリギリ1位取れました。ギリギリで、なんか気合入っちゃってる、うん、どうするの、うん、とりあえずエビドーさん帽子取ったらナイスはいいけどね。提案なんですけど、ここはひとまずね帽子取ってもらって。マリちゃん帽子ある。もう帽子取るまで帽子かぶるわ。もう仕方ないこれ。かぶせるよね。いや違うよね。ニャンキースいける。ニャンキース。あ、マリオが。あと皆さんマリオ最終日今ココイチ15からね食べて頑張ってるんで行ってください。で応援してあげてください。ニャンキース来るわ。あ、じゃあいいや今ので、うん。最終日なんでね。食べ終わったのもうちょっとだね。ありがとう。ここ広かったですね。辛い？あ？めちゃめちゃ辛い。めちゃくちゃ辛い。はい。今食べて今チャレンジしてる。吉江さんビキニで配信中。あのくだらないハトやめてください。本当にハトばっかり。かっこいいですね。まあ、かっこいいですよ。最近ラブレターが多いです。女の子からラブレターが。でもちょっと忙しくて、ね、嘘だろう、多いっすよ。はい、あと4分玉入れるよりナイス押せる。ポチポチいける。いける。
赤組エビと白組なれる？ポチポチいける？行ってみようか。あとちょっと、200ちょっと玉入れよ。ポチポチ入れてこ。白組負けてますよ。あ、3分。どっちの玉？白い方いける？今システム変わってね、枠切らないとダメなの。あのね、反映されないんだよ。できないんだよ。ちょっとお前直す。あれなんすよ。ポケットないと押してくれる。マリオさんいけるか？ラストスパート頑張れ頑張れ。いったー、マリオいったー。センキュー。みんなイベント最終日応援してあげて。マリオさん完食しました。すごいね。すごくない？乗り換え夜しっかり、まあ、しょうがない、二度寝しちゃったからね。もうすぐ1300いきます。12時間寝た、寝すぎた。俺も腹減ったな。1300寝ます。まあでも30分で300増えたわ。ありがとうね、リスナーさん。じゃあおまけするわ。1300で発表するわ。うん、押してくれたからね、みんな。そうしよっか。音量少し下げて。調整しないよ。こちらってパフォーマンスなんだから。うるさくない？ちょっと。ルーキーランキング、ルーキーランキング始まりました。今日何日なんだろう。イベントまだ13日から。イベント12日。なんかカタツムリ来てるわ。何これ、アジサイ来てる。やめてよ、急に怖いわ。でも他の人にあげて、延長チケット。これ間に合ってるから。怖い怖い。